こんにちは。なんか今日めっちゃ並んでますね。ねえ、なんかロングセラーの子たちなんじゃないですか。そうなんです。今年2021年はクロスシーがデビューして25年目になります。なので今日はクロスシーの歴史の中でロングセラーモデルとして現在も販売されている人気モデルを中心にご紹介していきたいと思っております。はい、ではまずこちらの6つのモデルのご紹介になります。なんかハッピーフライトっていう世界24都市の現地の時刻にすぐ合わせられる機能がついたモデルたちですよね。そうなんです。なんかこう結構オーガンジーとかのこう透け感のあるすごい生地とかが何層にも重なってるようなものとかがなんか当時こう出てきた時みたいな感じだったらしくって、そこからインスピレーションを得て透明感のある重なり感みたいなことがデザインのインスピレーションでした。でこのお花がこう重なってるような感じとかすごい繊細に花びらが浮き上がるようなデザインになっています。こういうちょっとつぼみの感じの端、このバンドとケースがつながってるところ、うん、そうです、ね、確かにここちょっとぷくってなってますね。フォントとかもちょっと草花のようなこう伸び伸びとしたすっきりとした印象のフォントになっています。であともう2モデル、はい、実はアラビアの子もいるんですね。今まで多分ローマの子しか紹介できてなかったと思うんですけど、うん、そうなんです。でこれは、まあ、ツートンとオールシルバーの、うん、まあ、エタナルプラチナのモデルがあるんですけど、クロッシー特有のさりげなツートン、はい、ですね。とケース、この一周しているところと、そうですね、そうですね、うん、フォントが金属風なところとちょっとプリントで、まあ、はっきり見えやすいようなところとっていうふうにこう交互にこうなってたりしていて、見やすさとかっていうところもしっかり兼ね備えたモデルだと思います。であとこれはちょっとこちらのローマの方の花びらの重なりではなくて、うっすらとしたチェックの重なりのパターンになってます。これも東京の位置にハートマークも入ってます。はい、4と5との間、そうですね、はい、クロッシーのお客様とかを接客させてもらえる機会があった時に、私の年齢でもいいんですかねとかって言ってきてくれるんですけど、いろんなシーンに合わせやすいので年齢とかじゃなくてやっぱり自分がお好きなテイスト、甘すぎないこのちょうどいい女らしさを持ってるっていうそのデザインのところで選んでもらえれば、なんか年齢なんて気にしないでつけてもらっていいんじゃないかなっていうふうに思います。価格も比較的エントリーの価格帯なので、電波でエコドライブ、すべての必要な機能が揃ってるので、このクロスシーに搭載されているパーフェクスは、磁気とか衝撃を感知して事前にずれるのを防いでくれたりするという、なんともお利口な機能がついてまして、でさらに万が一ずれてしまっても自分で戻してくれるっていう機能がついてるんですよね、すごい、全然私より頭いいじゃんって思っちゃう。そうですね、そうですね、あ、そうだな、だいたい同じぐらいだと思ってたんだけどね。続いてはちょっとこちらの時計でコーディネートをご紹介したいなと思ってます。いよいよ私たちがコーディネートしちゃうんですね。そうなんです、見てくれますか。参考になるんでしょうか、なるかしら。はい、あれ、タイちゃん着替えた。着替えませんでした。どうしてもこれで合わせたかった。服がないわけじゃありません。爪はちょっと濃い濃いじゃなくて、このちょっと薄めな感じでヌーディーな感じ、色濃いめよりは淡い系、青を目立たせたい、そうですね、そうだね、青の石とこの文字盤を合わせるのもありかもしれない。そうですね、こういう風にしてもいいし、石がなくてもいいしみたいな感じですね。お仕事スタイル、そうです、シンプルにお仕事スタイル、かっこいい、時計はアラビアにしてます。こういうのでフレンチっぽくしてもかわいい、絶対かわいい、かわいいね、確かに、このヌーディーなのにちょっ
ゴールドとか、ちょっとだけゴールド入れる、ね、シルバーでも可愛いかも。こういうのとかと合わせても可愛さまた雰囲気変わりますよね。あ、いいじゃない、華やか、いい仕事のできるいい女って感じです。じゃあシルバーにしたので、綺麗、ね、爽やか、良いでしょ、春っぽいね。あ、いいかも。あ、でもいいですね、ちょっとフタナルプラチナのこの輝きとこの太い感じが合うかもしれない、うんうんうん、え、これかわいい、かわいいね、これお買い上げですね、このセット。お買い上げですか。お買い上げです。このセットで、このセットで買います。こちらもベーシックコレクションのシリーズなんですけど、うん、とっても人気のシリーズで、うん、最初のモデルは2012年に発売したモデルなので、うん、もうすぐ10年経つかなっていうロングセラーの商品になってます。ローマ数字は薄いピンクの文字盤とツートンと、はい、ネイビーとシルバーと、うん、オールピンクゴールドとこのシルバーっていうのと、アラビアだった、そうですね、はい、桜カラーとツートン、はい、こっちはピンクゴールドとエターナルブラチナ。まずその劇場って音楽がこう流れてきたり、でそういうのがこのローマの本当とかがその音楽の音符みたいなイメージで、ちょっと先っちょがくるんってなってたり、このキラキラ光るカットパーツとかはその舞台上にこうきらめくスポットライトみたいなイメージで、繊細に輝いてくれるようなパーツが柱われています。あとはちょっとそのカーテンレールみたいな、カーテンがこうパッてなるじゃないですか、劇場って、なんかそういうところのイメージでカーテンレールみたいなのが真ん中にあったりします。ユーズのところはちょっとお花みたいなポイントがあしらわれております、じゃあこれもちょっと私たちのコーディネートをお見せできればと思うので、はい、お待たせしました。お待たせしました。なんだ、水玉というかこういう素材の服と、はい、ブレスレットもあえてこう2連でつけたりして、あのツートンのタイプのものを使ってます。で、ちょっと指輪はもうちょっと柄もつけてるからちょっとあっさりさせても、なんかこう時計も華やかだからなんかいい感じかな、すごい格上げ感というか、可愛いですよね。そうそうそう、ネイルもちょっとこういう、あ、グリーンおしゃれ、そうそう、こうとくすんだグリーンとかにしてもなんかおしゃれ感が、ね、このカバンも一緒に持ちたくないですか。わかる、このカバン、わかる、細い木の家事でした。私、はい、私はネイビー、ネイビー、グレーでもいいんでしょうね、めっちゃかっこいい、青とかでも、なんかネイルも青とかにしちゃって揃えても良さそう。あ、かっこいい、ね、なんかワントーンでやってるんだ、うん、ね、いいね。なんかこれって東京とかなんかパリとかちょっと心ワクワクする都市のところの名前がゴールドのプリントになってるんですよ。なので実はちょっとひっそりツートンっぽくもできるというか、アクセサリーとかをまあこういうふうに2色入れてもいいと思うし、そっか、文字盤の色と合わせてもいいんですね、うん、そう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 、ね、いやー、キラッとしてていいです、ね、うん、あーちゃん、私は桜カラーですね。あー、なんかカジュアルですね。カジュアルですね。そうですね、なんか素敵、なんか洋服がピンクなので、ちょっと手元では辛い感じを出したいなみたいな、甘め、辛め、カジュアルめみたいな感じですよね、うんうんうん、そうです、でもなんか同じ種類の時計なのになんか結構雰囲気が、ね、変わりますよね。袖とかアクセサリーとか爪とかで変わるんだなって気がする、うんうん、本当にいろんなシーンで使ってもらえるってことですよね、うん、これだけね、うんうん、そうです。ぜひ手元のおしゃれを楽しんでほしいですね、うん、本日ご紹介したこちらのモデルなんですけど、便利な機能がついているのでそちらもご紹介したいと思います、はい、
まず一つ目がエコドライブです、うん、光発電なので電池交換が不要というものなので太陽の光もしくはお部屋の光でも充電ができるのでなるべく皆さん日向ぼっこして使っていただければ、うんうん、そして電波時計の機能がついているので、はい、もちろん時刻合わせ、うん、あとこれ全部カレンダーがついているので、うん、それも自動で合わせてくれます。あとは、防水機能がついてます、うんまあ、日常生活には問題なく使える防水性能が搭載されています、はい、でさらに、デュラテクトという表面硬化技術のコーティングがされているものもあります、はい、で最後にハッピーフライトワールドタイム機能がついています。こちらのモデルは文字盤に時差表記がついて、うんうん、数字ですね。何時間ずれてるっていう感じですね。そうですね。後ろに都市表記が書かれてます。はい。うん、でこっちの、シリーズに関しては文字盤に都市名が表記されているので、うんうんうん、簡単な操作で現地の時刻に修正ができる機能になっています。はい、というわけでクロッシー25周年記念の動画第1弾ということで、うん、今回はロングセラーモデルを紹介してまいりました。コーディネートペアのところで文字盤のこう色からネイルとかアクセサリーの色を合わせるみたいなのも結構面白かったなと思って、うん、ぜひお手持ちの、ね、時計でも改めて何か気づけるところとかちょっと見ていただけたらいいんじゃないかなと思います、うんうん、本当に長く長くいろんな人たちに愛されてきたモデルなので、うん、ぜひ何かこうつけたいなって思った時に年齢なんて本当に気にしないでって何度でも言いたい、うん、絶対に合わないなんてことはないです、うんうん、安心して胸を張ってつけてほしいですねこれから第2弾第3弾も、動画を出していっていろんな情報を皆さんにお届けしたいなと思ってます。では本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。いいねください。なんかなんだっけ、さっきのさ、ネイルのさ、こっち系も合いそうだよね。そうそうそう、これも合いそうだよね。桜餅みたいで可愛いんだよね、うん、桜餅いいかも。桜餅可愛い。春なんで春なんで桜餅。これも桜餅みたい。確かに。あ、そうだそうだ。桜餅。え、かわいい。ね、なんか嬉しいな。何が？可愛くて嬉しい。あ、そうだ、ね。